現代のもののけ姫ことまこです。今日3月10日これからまずは陸前高田の方に向かいたいと思います。3月11日明日でですね、東日本大震災から13年、経つことになるんですけど、まあ、私の住んでいる山形県鶴岡市、まあ、当時私も仕事中だったんですね。会社員で工場で働いてて、まあ、揺れを感じて、でそのまま停電になって、ただ山形県自体も大きな被害っていうのは基本的になくて、まあ食料が少し不足してる、まあ、パンとかカップラーメンみたいなちょっと加工の食品が不足してるなんていうことはあったり、あとはガソリンですね。ガソリンがないな、危ないな、足りないなっていうところがありましたけど、本当にそれ以外日々の生活の中で何か支障が出るってことがなくて、でなんなら普通に次の日くらいだけかは仕事も普通にやってましたし、お店も普通にやってたっていうくらい、まあ、特にそんな大きな影響はなかったんですが、ただお隣宮城県、岩手県、福島でそういったことがあるって実感がなかなか持てなくて、で私自身震災から3年後ですね、初めて一人で南三陸の防災庁舎を見に行って、でそこから南相馬の方に下ってったんですけど、まだ放射能の影響もあって南相馬の途中までしか行けなくて、で道の駅でもう車中泊、その時軽自動車乗ってたんですけど、車中泊、毛布持ってて車中泊して、でその後市内の方に福島、郡山の方とかに抜けるような飯舘村とかっていうとかがあるんですけど、そういったところら辺を抜けながら、まあ、放射能のその土線作業を終えた、まあ、その土の袋っていうんですか、黒い袋がこう溜まってるようなところをこう見たりとかっていうのをしながら、っていうのをこう回って、まあ、次の日帰ってくる。でその次の年は今度陸前高田の方に行って、まあ、今日これからも行く奇跡の一本松っていうのを見て、でまたなんかして、まあ、結局郡山にも友達がいるので、結構最後郡山まで行って、そこの友達の家に泊まって次の日帰ってくるみたいなことを、まあ、3年くらい初めポンポンポンって続けてたんです。で3年目にしてかな、いや震災から6年くらい経ったら福島のその南相馬の道が通れるようになったんですね。ただ通れるけど止まっちゃいけないし降りちゃいけないし、基本的に国道1本こうずっとつながってるんですけど、そこをただ走るだけみたいな、で両サイド小道には全部バリケードがしてあってっていうような、そういった景色を見て、まあ、少しずつこう変化っていうのを見てはいたんですが、まあ、私自身その震災が起きる前の状態っていうのを知らないので、本当に津波で流された場所に行くと何もないんですよ。防災庁舎とかその残った鉄骨の建物とかはいくつかあったりしますけど、ただ本当に何もないので、更地だったのかなって知らない人からしてみれば思わされるような景色で、まあ、そういった鉄骨の廃墟というか使われてないところっていうのも世の中にたくさんある中で、だからそこがそういう震災災害があった場所だよっていうのがイメージ正直つきにくかったんです。ただ3年目の時に南相馬市って半分は普通にパチンコ屋さんとかやってたんですよ、その震災後3年目。でも同じ市なのに、例えば道の駅から手前左半分は普通ににぎわっている、お家も電気ついている、ただ右半分、道の駅から右半分は急にもう家があるのにどこも明かりがついていない、田んぼの中になんか不自然に車があるっていうような、本当にそのまま誰もいなくなったんだっていうような感じが南相馬とかにはあったので、そっちの方が結構違和感というかすごい不思議な景色だったんですね。車
ったこともあって行けなかった中で、3年前仙台に住んでた人、あとは気仙沼に住んでた人、車椅子ユーザーさんに、まあ、どういう避難をしたのか、どういう避難生活を送っていたのかっていうインタビューをしたくて、車椅子になってからも初めて気仙沼の方にね行ったんですけど、その時に震災の遺構っていう、まあ、見れる場所に気仙沼で行ったんですけど、そこは本当にもともと学校だった建物がそのまんま残ってるんだけど、それをちょっとこういろいろ外側にスロープとかエレベーターとかつけて行けるようにしてる作りなんですが、外観は普通のコンクリートの小学校、中学校だけかなだったんですけど、中に入ると、まあ、1階はミュージアムっぽくなってるので、いろんなその当時の様子のお話とかを聞ける場所があって、2階とか3階とかがその教室だった場所とか、もともと学校だったんで、その当時のまんま残されてたりするんです。ほぼまんま、だから車が不自然にその教室の中にあったり、まあ、そもそも教室もぐちゃぐちゃなんですけど、そういうのを見ると本当にここまで津波が来たんだなとか、ここまで来たのだったら逃げれないよねとか、なんかそういうのを感じることができました。まあ、なんかこう楽しく見るものではないけど、でも興味を持って見ることっていうのは私はすごく大事だと思っていて、本当に一番初めは興味本位という部分、ただ知りたいし何があったんだろうっていうことで始まったけど、でもそうであってもやっぱり忘れちゃいけないし、今年は皆さんね能登半島があったと思いますし、あと私自身いろんなこう地域に行って、例えば九州の方々とかに東日本大震災の話をしてもあんまりなんですよね。どっちかっていうと九州の人は熊本の地震を授業で習うから、東日本大震災っていうイメージは、まあ、当時もそんな影響も何もなかったのもあってイメージはあんまないんだよねっていうことがあったんです。まあ、確かにこの地震の規模大中小を比べるものでは全くないと思うんですけど、じゃあ私自身も熊本の地震わかるかって言ったら、まあ、私もだからそういう震災っていうのにすごい興味がある人なので、実際熊本の地震の時も熊本城が壊れて、1年後くらい、まあ、その見に行けるくらいの時、まだまだ何の改修工事もほぼ始まってない状態の熊本城を見に行ったりっていうのもありました。興味がある人はいろんな地域でそういった情報を見に行くのかもしれないですけど、何もそういうのに興味がないっていうことが、まあいいとか悪いとかっていう判断ではないけど、でもやはり日本で起こったことだし、その日その当時その一瞬だけ、あー大変だな、すごいな、かわいそうだなっていう思いも大事だけど、やはり継続的にそういうことを見ていかなきゃいけない、こういう風に変わっていったんだとか、こういう人たちがまだまだいるんだとか、じゃあどうしたら次はこうならないかなっていうその考えを自分たちで持つとか、周りの人たちとたまにお話ししていくっていうのは大事なんじゃないかなという風に個人的には思います。はい、ということで今回もちょっと時間がどれだけ、今日大雪でね、山形の方が思ったように時間がかかっちゃうんですけど、私の YouTube とか SNS でも私が撮った写真とどういう風に変わっていったかなっていうのを皆さんにお伝えできればなという風に思います。基本的にはまあ三陸なので海鮮、美味しいものを食べて帰るっていうのが自分がやれる範囲内のことかなというふうに思ってます。行ってその場所を見て知って変化を感じて、でそこの食べ物を食べる、いろんな関わり方とかある中で 100% すげえ最高に関わらなきゃいけないっていうことではなくて、個人個人がそれぞれ思う関わり方で関わっていくっていうのが大事だなと思いますので、私はそういった関わり方をこれからもしていきたいと思いますし、
東北自体がなかなか来ていただけない地域なので東北に興味を持って、今年も能登の方に、金沢に8年ぶりに行けたらいいなというふうに思っています。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。